そうですね、うん、絞るの難しい、うん、でもやっぱあの心拍は一番見栄えも変わったし、うん、あの心拍ね、うん、確かに私自分も初めてなことが多かったので、うん、この間展示で見たときは、うん、ああなんかすげえってなりました。すごいよね、うん、基本的に植え替えいうのは春なんだけど、春以外で植え替えするときは根の切る量を減らしたりとかほぐすのでちょっと優しくやってあげると春以外でも植え替えは可能です。で一周したらそこをこれで白い根あるでしょ。これは秋に動いてる、今動いてる根が張ってる根なんです。でここをちょっと切る、うん、入りました、うん、盛る感じ、はい、うん、こういう感じよりちょっとこう上にこうなってる方が、うん、なんか自然に生えてるっていう感じがする。こっちが正面やから、なるべくね、後ろ側で撮るのがいいよね。こうちょっとピンピンと伸びてるじゃないですか。前もしたことあると思うんですけど、きれいに揃えて、はい、中側でこうやって交差してるやつなんかも、まあ、切れたら、はい、うん、確実に枝が増えるでしょ。写真写してると全然変わったのね、うん、これもな、どの鉢入れようか。ちょっとこう薄い鉢、どっちのね。オレンジっぽい。うん、いいじゃないですか。どうですか、編集長。
いいと思います。はい、お願いします。それ何回も迷ってる気がする。